わからんけど。なんか、哺乳類をメカにしたらいけないような、なんかそういうイメージがある。ゴリラ死んだらしいぞ。はどういうことなんでそんな、質の悪い冗談を。よあほんまやゴリラスプラッシュ嘘やろ、ゴリラスプラッシュ死んでもうた。悲しい。スプラッシュが死んじゃった。嘘やろ。なんでこった生まれたばかりやったのに。悲しい。育児って大変やな。まあ、えとりあえず、 グリルできたから、壁越しからゴリラの子を殺されてたいや、普通にガシ。ゴリラに関しては。悲しい。ガシって君の怠慢じゃないのいや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 ちょっと待って、冷静に考えて。冷静に考えて、冷静に考えて。子供が生まれたのに子作りばっかしてる親二人。これどうもう。むしろ俺はあれよ。地域じゅ、この、ゴリラ一家を支える地元団体よ。この二人がね、 ここにご飯を与えないから、俺がご飯を与えてるのよ、直接。名前も決めて。それは親の問題があると思う。せやんな。絶対に、絶対的に親の問題があるよな、これは。あかやろ、お前親になってったら、ちゃんとご飯与えな、お前。名前も人に決めさせて。鼻の穴膨らまして、ほんま小作りばっかしやがって、ポケ。しかせ お前、このご飯食えへんからお前自分で鍋の前に集まってこの野ろかわいそうにゴリラ5にゴリラマキシマムにゴリラホンダお兄ちゃんゴリラマサオが全員やってるやんけお前とか死なないよほんとにまあやっぱめんどくさいですよね 子育てって、それにつきますよね。結局のところ、単純に、野生で捕まえて強いやつが活躍する、それでいいじゃない。それはありますよね。